はい。それじゃあ、アライズ続きからやっていきたいと思います。はい。船を探してたんですけど、そう、こいよつ生きてましう、炎た。の剣マハバル。月光様じゃないか。マハバル、こいつね、あんなんた生か、きていたのか。声優さんがあれですよおね。いおい、前おか作ずのらしテイルのあズんたのらが生きてるのに、ベルセリア船乗りのの俺がしぐ海にれの死ん声だですとよね、あるか。確か。だなんて編集激。してて思いました。いや、無事でよかった。俺たちのせいで危険な目に。船乗りの本懐を遂げさせてもらったんだ。気にするな。まあもっとも船はそういうわけにいかなかったんだがな。どこかやられたのか。見たところまともそうに見えるぜ。戻ってきた時の話さ。機関部をやられて息も絶え絶えだった。それでダメ元で漆黒の翼の顔役に相談してみたんだ。そしたらヤッコさん、あろうことかレナ人の技術者をよこしてきやがった。レナ人の？ああ、メナンシアから来たって言ってた。威張るでなし、仕事はきちんとやるしで、正直面食らったよ。彼らが自分でしたことだ。まあとにかくおかげでこいつは前より調子がいいってわけだ。あんたらのお目当てもこいつだろ。ああ、大会のど真ん中に行きたいんだ。それも今すぐ。ちょっとまだ引き受けてもらえるかわからないよ。俺は船乗りだ。答えるまでもねえさ。さっさと乗りな。はい、ということでね、天の、なんて読むんだっけ、天のなんとかへ、とりあえず向かいたいと思います。はい。でね、前回動画終えた後にいろいろ現時点でクリアできるサブイベントを全部クリアしたんですよ。うん。そしたらね、サブイベントやることで SP めっちゃもらえるんですね。知らなくて。はい。で、SP もらって、で、称号とかも結構、みんなね、80%、90% ぐらい、もう獲得できたんですよ。で、SP ももらったから、スキルが結構、みんな、集まってきたっていう感じで強くなってます。はい。私たちが来ると思ってなかったのかな。さすがにそれはないだろう。あるいは問題にならないと見たか。どういう意味だ。舐められているということだ。それにしてもこの構造物は異質だな。見たこともない。ええ、そうね。レネギスのレナの建造物とは違う。そもそも中に誰かいるような感じじゃなさそうだぜ。気味悪いな。一体何でできてるんだこれ。なんだろう。機械でも生物でもない。でも生きてる。大丈夫よ、何でもないわ。それでこれからどうする。中枢部を見つけて叩こう。こいつがダナの精霊力を吸い上げているのを止めるんだ。だがこの大きさだ。行き当たりばったりでは見つけるのも簡単ではないぞ。確かに。この場の精霊力から何かわからないか。下から上に向かって膨大な力が流れているのは感じるが、構造となるとお手上げだ。リメル？そこなの？おい、どうしたんだよ。あれ、私大丈夫か。何があった。なんだろう、精霊力の流れを感じ取ろうとして、そうしたら何か声が聞こえて。声？うん、こ
言葉ってわけじゃないんだけど、ただこっちだって。敵が何か仕掛けてきたのか。違うよ。なんでわかるんだ。知らないよそんなの。でも敵とかじゃない、そういう感じじゃなかった。どう思う。罠の可能性もありつつかけてみるか、当てどもなく探して回るかの選択だな。リンウェルを信じよう。いいの？あ、ま、何の当てもないよりマシか。おい、何怒ってんだあいつ。気遣いも言い方次第で逆効果だぞロあ。お、早速リンウェル来た。あ、クロスブレード、そうでね、前回終わった後にいろいろサブイベントとかやってた時に、このサイクロンとか、あとね、ディバインセイバーとか、普通に覚えられました。うん、他にもなんか、フリーズランサーとか、うん、普通に覚えられますね、これ。はい。まあ、チャージしてどんどんサイクロンまでつなげるっていうのもいいし、まあもう直接サイクロン発動したりディバインセーバー発動したりっていうのもできるみたいですね。はい。っていう感じです。で、とりあえずこの中に入るみたいなんですけど、ここがもしかしてラストダンジョンじゃないよね。なんかそんな気がするんだけど、まだ終わってほしくない、このゲーム。いや、でもなんか雰囲気がさ、ラスダンっぽくない？なんかあれみたい。あの、グレイセスのラムダがいた、なんだっけな、覚えてないけど、そんな感じに似てるね。興味深い。レネギスから現れたのに。そう。まあちょっと、とりあえずいろいろ進めてみます。いや、もうやっと着いた。もうさ、ダンジョンが広すぎるのと、敵が本当に強い。あとね、中ボスみたいなのが3体ぐらいいて、もう本当に全然進まなかった。倒せば精霊力の吸収を止めることができるんだな。どうやら違っていても戦うしかなさそうだ。油断するな。なんかこういう敵前にも倒したよね。こう触手が4つあるやつ。ちょっとなんかこいつ毒とか、そうよね、やっぱ使ってくるよね、毒。やばい、なんか来る。危ねえ。いや、当たってる。なんか普通に、どうだったっけな、直手じゃなくて、もう普通に直接行ったらいいんだっけ。いや、でも届かないよね。高すぎて。
とりあえず触手ちゃんを攻撃したいんだけど、なんかあんま当たんないな。いや、ちょっと待って、なんか体力減ってないよね、やっぱ。どうしたらいいのこれ。とりあえず触手の体力は結構減ってんだけど、合ってんのかなこれ。ちょっとリンウェルに頑張ってもらおう。やばいよ、来るよ来るよ来るよ、危ない。あ、でも待って、めっちゃ体力減ってない？どうした？直手と連動してんのかな。いや、もう届かないんよねこの攻撃が。リンゲル操作しよっかな。ちょっとダメだわ。いいね、ディバインセーバー。やばい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 、なんくる。いい、雑魚敵も出てきたじゃん。そこのね、水波ってやつめっちゃ強いよ。このリンウェルの周りに水の玉を出して、栄翔の邪魔される時とかに結構ね、すごい使える。あれ、なんかディバインセイバーの栄翔めっちゃ速いな。あれかな、もう水波とかやって、栄翔っていうか、まあ術につなげたらちょっと速くなってる。うん、水波水波でディバインセイバー。あ、やっぱ速いわ。普通にディバインセイバーだけやると、あ、でもそこそこ早いな。なんか動画外でサブイベントとかやってる時はなんかめっちゃ長いなって思ってたけど、意外と早い。あれ、なんか、え、なんかおかしくなった。まあとりあえず倒せました。
リンウェル。お前、泣いてるのか。あんただって。聞こえた。私にも聞こえた。私もだ。声と言っていいかわからないが、確かに。何だったんだ今のは。あれはダナの精霊力だった。私たちが聞いたのはその声。精霊力に意志があるっていうのか。わからない。でも覚えている。リエゾと戦った時に起きたこと。修霊機から現れた炎の怪物のことか。そう、溢れ出た膨大な精霊力が怪物の形を成した。さっきまでこの場にはそれをはるかに上回る精霊力があった。精霊力がたくさん集まると実体や意志を持つというのか。かもしれないというだけよ。マスターコアには修霊機より多くの精霊力が収められているけど、そんなことは起きていないし。だがマスターコアや修霊機にそれを抑える仕組みがあるとしたら筋が通るのではないか。確かに炎の怪物が現れたのはビエゾの修霊機が壊れた直後だった。さっきのズーグルにも同じ機能があったが、扱う力が大きすぎて抑えきれず、それをリンウェルが感じ取った。でもだったらなんで消えちまったんだ。精霊力はたくさんあったし、邪魔してたズーグルもいなくなったんだろう。おかしいじゃないか。ごもっともだ。仮説を進めるにしてももっと裏付けがいるな。それはそうと、大丈夫かねリンウェル。なんで私が最初にあの声を聞くことができたんだろう。リンウェル、もしも、もしもだよ、それが私の血のおかげだったら。あ、ごめん、変な話しちゃった。さ、早くここを出よう。本当にちゃんと止まったかどうか確かめないと。何だったんだ今の。結局あんまりよく分かんなかったんだけど。またあのグネグネの中を通らなきゃならねえのか。行きと違って下りの分、あ、戻んの？楽よ。また戻んの？じゃあ一回ちょっと戻りたいと思いますけど。レネギスへの光は止まったようだな。ひとまず破滅は回避できたってとこか。でもまだかすかに力を感じる。完全には死んでないみたい。わかるのかリンウェル、なんだか前より感覚が鋭くなっていないか。あの声を聞いたからとか。そうなのかな。でも悪い気分じゃないよ。完全に死んではいないか。これ以上は破壊し尽くすしかなさそうだな。城一つ解体するようなもんだぜそいつは。でもそれじゃこの後はどうするの。レネギスに行こう。くさびを止めて破滅を逃れたといっても所詮一時しのぎでしかない。レナにダナを諦めるつもりはない。あれがその証拠だ。
それにレナス・アルマのこともある。何かが進行している状況に変わりはない。だけどどうやってあそこに行くの？レナの星船はどうだ？どこかに使えそうなのはないのか？星船はスルドブリガの開始と終わりにしか使われないし、通常はレネギス側にある。君たちが思うほど我々は自由に行き来しているわけではないのだ。それじゃお手上げじゃねえか。ダナにはそんなものを作る技術はないし、レナ人の協力があったって今からじゃいつになるか。うん、レネギスから降りてくるのを待ってる方がまだ可能性がありそう。待て、アルフェン、お前はレネギスから星船に乗って戻ったと言ったな。ああ、そうか。おいおい、まさか300年前の話だろ。だが、アルフェンが目覚めたのはほんの数年前のことだ。なら少なくともその時までは動いていたはずだ。うん、君はどこに降りたのだったかな？そのあたりの記憶はあやふやなんだ。ただ気がついた時にはカラグリアにいた。だから他の寮ということはないと思う。幸いカラグリアは古巣だ。つてを頼ろう。いよいよなのだな。なるほど。レネギスがあそこにいることは、ついにレネギスに転入しに行くということで、はい。いやでもラスダンじゃなくてよかった。まあさすがにね、ないとは思ったけど、うん。まあ結局あの赤い女もウルベゼクに向かいたい。いなかったん。君たちの出発点か。俺の親父の。大丈夫？苦しそうだよ。少し船に酔ったみたい。嘘だよ。嘘だって言ったの。シオンって感情が顔に出やすいもん。あなたに。いえ、そうね。ごめんなさい。アルフェンのこと？彼だけじゃないわ。話せないこと？私はあなたたちとは違うから。違わないよ。うん、初めて会った頃だったら違うと思ったと思う。でもそうじゃないよ。私とシオン、違わないよ。それにそんなこと言ったら私だって違う。ダナ人なのに魔法使い。言ったでしょ、迫害を避けて隠れて暮らしてたって。人はそれぞれ他人にはわからない辛さを背負っているからな。お前たちが話しているのを見て気になってしまった。おせっかいとは思ったが性分でな。すまない。私と話したって面白いことないはずよ。迷惑か？そんなことは。お前が何か思い悩んでいるのは見ればわかる。お前のことだ。どうでもいいことで悩んだりはしないはずだ。それを無理に話せというつもりはない。私はレナ人ではないし、魔法使いでもない。王でも巫女でもスルドでもない。ありふれた元奴隷に過ぎない。それでもお前の力になれたらと思う。仲間だもん。私もあっちの男どももみんなそう思ってるよ。
それに私たち友達でしょ。前にアルフェンにも言ったが、お前は一人ではない。ありがとうリンウェル、キサラ。さて、そろそろ私はおいとましよう。どうもこの船というやつには慣れなくてな。私も行くね。男どもがまた変なことしてないか見てないと。特にローはちゃんと見張ってないと何しでかすかわからないんだから。でもだからこそ私は。待って、今のシーンめっちゃ良すぎた。どうしよう。いや、女性3人組めっちゃいいね。一息つけそうだね。特にシオンとリンウェル、あの2人がやばい。だってさ、もともとさ、待って、ウルベゼク。そうか。もともとさ、その、アルフェンが、まあ、旅に出て、一番最初に仲間になった二人じゃん。シオンが仲間になって、リンウェルが仲間になって。で、まあ、その時の、このシオンとリンウェルは、やっぱダナとレナだし、めちゃくちゃバチバチしてたんね。うん。それがさ、今になってさ、私たちは仲間だって、ちゃんとリンウェルが言えてて、でもシオンはもう心からありがとうっていう、もうその一言が出るっていう、想像できなかったもん、最初は。いや、もう今のは、マジ感動もんだよ。みんな少しは自分の頭ってもろう。ねえ、やつ。なんだ、こっちは今、アルフェンか。なんだか大変そうだな。相変わらずさ、レナの残党にダナ同士の縄張り争い、おまけに厄介事の相談は全部俺たちに頼りきりとくる。そこに来て、あのお空のお引っ越しだ。どっかで聞いたような話だな。まあ、こっちのことはいい。何か用があって来たんだろう。ああ、古いレナの星船を探している。何か情報はないか。星船？何のためにそんなものがいるんだ。レネギスに行くためだ。レネギス？正気の沙汰に聞こえないぞ。お空のお引っ越しを見た後でもか。分かったよ。だが俺もさすがにそんな心当たりはない。記録みたいなものでもいいんだ。古い書物ならいくらかある。見せてもらうことはできるか。いいだろう。ありがとう、ネアズ。一通り読んでみたけど、一箇所だけそれらしい記述があったよ。大きな流れ星が山の向こうに落ちたって。時期もレナの進行の少し前。それなのか。わからないけど、他にそれらしいのは見当たらなかったから。ベルクっていうのが地名っぽかったけど、違うかな。ベルク？心当たりがあるのか。カラグリア有数の火山だ。つい最近流れ星が落ちるのを見たっていうやつがいたんで調べに行ったところさ。最近になってまた流れ星が落ちたっていうのかよ。もしかしてあの時見た4つの光の1つ。行けるんだな。道を教えてくれ。ジオーネ廃坑道だ。通行止めになっていた通路の1つが火山に通じていた。そこを使え。だが用心した方がいい。
流れ星と関係あるかわからないが、途方もなく巨大なズーグルがいたんだ。あんな化け物見たことがない。巨大なズーグル。遠目に見た時点で引き返したんで詳しいことはわからないが、行くなら十分気をつけろよ。なんだ、そう、炎の剣伝、剣伝もう早速感じがやばいよ。炎の剣伝もいるのか。それに、ん？お前ローだろ。ジルファのせがらだっけ、せがれの大きくなったな。あのやんちゃ坊主が炎の剣の連れとは、炎の剣か、炎の剣の連れとは、親父さんも鼻が高いだろう。先に行ってろ、俺も後から行く。おう、分かった。またなろう、頑張れよ。知り合いなのか、うん、向こうが覚えてただけさ。あったとしてもうんと楽器の頃のはずだ。挨拶くらいしてもいいだろうに。俺は親父を死なせちまったからな。ここのみんなにとっても親父みたいなもんだったのに。どう、悪い、うだうだ言っちまって。行こうぜ。あいつあんな調子で大丈夫なのか。まだジルファのことを引きずってるんだ。敬意が敬意だ。気にするなと言っても無理だろうが、あれくらいの年には重いだろうな。それでも向き合おうとしているんだ。俺は信じる。なら支えてやってくれ。あのジルファの忘れがたみをな。うん。ねえ、奴が言ってた化け物の話。ということで。あそこですね。パート1ぐらいに出てきた、ジオーネ廃校。あー、ダメだ。これパッといけねえわ。まあ、とりあえず近くまで、パッと行きたいと思いますね。はい。ということは、今後の流れとしては、しても行くしかない。ジオーネ廃校道を抜けて、どうなんだろう。ベルク火山だ。流れ星4つとも、なんかやっていくみたいな、そういうわけではないのかな。まあここで星船が見つかれば、もうそれでその星船使ってレネギスに向かっちゃうみたいな。それは視線が厚かったんじゃねえか。そんなうまくいくかな。テイルズのことだからね、何かしらありそうな気がするんだけどね。雰囲気が変わった。油断するな。いや、懐かしいな、ここ。あれだよね、シオンと一緒に戦ったところだよ。初めて。一緒のこと言ってるわ。私に触れた場所でもあるわ。そうだったかな。ええ。そうよ。いや、もうあの頃のシオンがさ、懐かしいね。本当に俺めちゃくちゃこいつツンツンしてんなって言いまくってた気がする。こっちだな、ちょっと行き過ぎたな。もう別人だよね今のシオンさ。ジルファが見たらどうなんだろうね。もうびっくりするよ。見せてやりたいわ。あ、待って、アイテム、アイテム大事。 OK、 じゃあベルク火山に行きたいと思います。あー、ちょっと待って、ここもなんかめちゃくちゃ厄介そう。はい、ということで探索していきます。はい、それじゃあ奥の方までやってきました。はい、回復があるってことは、はい、そうですね、どうせボス戦ですね。はい、やっていきます。
え、めっちゃでかくない？やばいって想像以上。あ、待って、これさ、ビエゾの時にいたイフリートみたいな火の精霊っぽくない？なんだあのバカでかいの。あれがネアズの言っていた化け物らしいな。リンウェルの言うように、くさびから発射された4つの光の一つなのでしょうか。似てるけどちょっと違うんだ。目的は何だ。くさびはダナの精霊力を集めていた。何にせよ町に向かいでもしたら大変なことになる。それにあいつを倒さないと先に進めそうにない。やるぞ。あ、イフリートマルム。レゴはそうだが、やるしかない。やっぱイフリートなんだこいつ。来るぞ。四大精霊みたいな。あ、やばい。じゃあウンディーネとかシルフとかそういうノームとかも今後出てきそうだね。4つのあの流れ星があるって言ったから、この四大精霊がってか届かなくない攻撃ちょっとどうすればいいの。でも体力ハテナだしさ。え、やばくない？とりあえずこいつらを倒すけどさ。それを止めるためにこの盾がある。分かった、任せたぞ。いや、あのイフリートも攻撃しようとしてるじゃん。やめて、やめて このザコがめちゃくちゃ強いんだよね、このゴーレムさんが。本当にタイル削れてないんだけど強すぎる。いや、こっちはね相当サブイベント頑張ったんだよ。それなのに全然じゃん。サブイベント頑張ってなかったらもっと苦戦してたってことでしょ。やばいね。待って、まだこの雑魚一体も倒してないってこと？あ、こっちのゴーレムは死にそう。 OK。 はい、もう一体いきます。弱点を集中的に狙っていく。相変わらずあのイフリートに攻撃が通ってないな。でもとりあえずこのゴーレムを倒さないと多分ダメだよね。いや、もうめちゃくちゃ硬いのよ、わかる？そろそろ。はい、倒したよ。やれるぞ。また出てきたぞ。え、またマジでちょっと待ってよ、そういう戦い方するの？やばいやばいやばい、栄翔がやばい、こいつら。うわ、めっちゃ炎症するじゃん、やばいって。めっちゃ強い。シオンが死にそうだし、やばいやばいやばい。いやー、リンウェルが、リンウェルのバースト技が溜まってないってこいつら一番強い。あのね、ボルランより全然強い。てかそう思うとボルラン戦ってめちゃくちゃ楽だったんだなって思うね。なんか苦戦した覚えがないあれなんかそれよりもアウメドラとかそっちの方が苦戦したような気がするんだよね。
あ、待って、死んでるじゃん。やばいって。ありがとう。無理はしないでね。シオンもだよ。よし、ありがとう。あれ、雑魚敵。あ、俺が死んでる間にみんな倒してくれたね。いや、ちょっと待って。これまた雑魚敵出てくるかな。あいつの目が光ったら雑魚敵が出てくる。あー、来そう。くそ、これ永遠と続くってことないよね。 OK、 いいタイミングでリンウェルが活躍してくれた。炎症キャンセル。とりあえずこのゴーレムを先に倒します。では炎症始まった。オッケー、リンウェル間に合ったね。なんかリンウェルの溜まりが早くなったね。もう溜まるし、いいよ。炎症、相手の炎症に間に合ってる。めちゃくちゃいい。それはいい。かわいい。最高。好き。あ、待って、間に合ってなかった。間に合ってないっていうか、キャンセルできてなかった。一部のやつに。やばいよ。オーバーリミット状態では死にたくないよ。ナイス、シオン。オッケー。火を出したい。はい。出せない。やばい、出せない。あー、ダメだ。出せなかった。あ、間違えてリンウェル使っちゃった。ちょっと待って、めっちゃ強いよこいつ。あ、敵どこ。待って、このゴーレムまだおったん。俺ずっと倒したと思ってたんだけど。いいね。はい、俺の真骨頂。いやー、イフリート体力減ってないよ。いい、やばい。回復お願いします。ハートレスサークルか。ありがとう。マジめっちゃ強いんだけど。やばい、死にそう。回復お願いします。どうしよう。ありがとう、シオン。 OK、 倒したよ。これいつまで続くん。え、待ってよ、ちょっと待って。クソ強いんだけど。どうしよう。やれそうだ。無理はしないで。ちょっとだけどね、これ以上来ないでお願いします。俺が何とかする。任せてくれ。あ、ちょ、間違えた。 L 通過。くそ。あ、でもいけた。トロフィーゲットした。なんかわかんないけど、雑魚ばっか倒してたらイフリートが倒れた。ええ、なんとか。肝が冷えたぜ。他のズーグルとはちょっと様子が違ったな。ああ、アウメドルが連れてたのとも違う感じだった。精霊力の属性の偏りが極端だったよ。スルドみたいに。くさびから現れただけあって、精霊力を集める上で何か役割があったんだろうか。生ける修霊機か。場所が場所だけにあり得るな。あるいはスルドに代わる新たなダナ制圧の先兵か。いずれにせよ、今のが四つの光の一つであったなら何かしら防いだことにはなりますね。苦労させられたし、そうであってほしいもんだが、とにかくこれで進める。行こう。
お、アルフェン最大エイジアップ、波動、ん？波動メップ、いいね。なんだこれ、扉の鍵を手に入れた。どうしよう、とりあえず、どうしよう、そろそろ終わりにしようかな。いやー、でもなんか中途半端だな。もうちょっとだけ行こうかな。この先がちょっと気になって寝れそうにないので。もう深夜4時ぐらいなんだけど、ちょっとね、寝れない気がする。待って、このおじさんいるってことは大丈夫かな。アルフェン、何かまた思い出したのか。いや、だがこの星船には見覚えがある。間違いない、これに乗って俺はレニスを脱出したんだ。300年経ってもしっかり動くような、中を見てこよう。すごいな、本当に壊れてないなんて。確かに過去から来たんだな。私たちがいるよ、アルフェン。それにあんたに助けられた大勢の人々もな。その通りだ。誰かが簡単に他の者の代わりになれるなどと言うつもりはないが、お前は一人ではないぞ。あ、ありがとう。動きそうですか。うん、損傷も劣化もなさそうだ。ただ長いこと休眠状態になっていたせいで、発信できるようになるにはしばらくかかりそうだ。しばらくってどのくらい。機械いじりは専門外でね、正確なところは断言しかねる。ここに来て待ちかよ。待つの苦手なんだよな俺。子供なんだから。でもさ、だったら今のうちに準備とかしておけばいいんじゃない。確かに、レネギスからすぐ戻れるという保証もない。リンウェルの言う通り、備えは万全にしておくに越したことはない。あまり留守が長いと解放してきた国の様子も気になりそうだぜ。寸刻を惜しんで先を急ぐか、孝子の憂いを断つか、どうするかはアルフェン、君に任せよ。わかった。なるほど、ちょっとだけ猶予が与えられたっていうことなんですけど、なんか星マーク出てんな。これ行っちゃっていいのか。これ行ったらもうレネギス向かうとかないよね。あ、よかった、大丈夫大丈夫。なんだか不思議な気分だよな。何が。だってよ、この戦いを始めた時レネギスに行くなんて想像できたか。それも親父のやってることに反発してた俺がだぜ。ジルファが聞いたら驚くだろうな。案外呆れたかもよ。我々は300年続いた体制に挑んでいるのだ。いずれレネギスとことを構えるのは想定内だったはずだが、あなたと違って
私たちは一度もレネギスを訪れたことがありませんから。シオンやデュオハリムには悪いが、俺たちは旅行に行くわけじゃない。分かっている。楽観はしていない。レネギス、そしてレナ本国がこれ以上ダナに干渉しないようにする。やはり戦いは避けられないのでしょうね。話し合うことはできないのかな。レネギスの連中とか。うん、私たちだってシオンやデュオハリムと仲良くなれたよね。私たちだけじゃない、メナンシアや他の国にだって。だったら何とも言えんな。過去の支配を当然と思っている者は多い。一度もダナに降りたことのない者もいる。果たして彼らがどう応じるか。血を流さずに済むに越したことはないが、くさびのこともある。最後は向こうの出方次第だ。だよな。また黙ってやられるわけにはいかないし。うん。それと例の赤い女もレネギスにいるかもしれない。とすればレナス・アルマもな。レナス・アルマ、あれがあれば今度こそシオンは。シオン？ええ、そうね。ちょっと待って。どこに。めちゃくちゃ続き気になるんだけど、ちょっと今回はここで終わりにしたいと思います。あそこにシオンいるね。うん、まあはい、すぐに続きを自分もやりたいのですぐに、はい、出します。はい、じゃあお疲れ様でした。また楽しみにしててください。はい、じゃあバイバイ。じゃあね、バイバイ。じゃあね、バイバイ。